こんばんは、平井博明です。今日はね、リストの使い方やるから。あれでしょ、リストって言いながら腕の使い方がどうせ手首じゃなくて、いや、ちゃんとしたリストやります、うん、リストじゃないから。普通の私生活ではここがリストって言われてる、うん、でもゴルフのリストってここだから手首そこなの。そうだよ、これ手首だから。こうやってやると ここがブワンブワンってなる。そう、縄跳びもそう。そうだね、縄跳びの音とか。そう、手首の使い方、はい、いろいろ手首が悪さしてるとか、緩く使った方がいいの、硬く使った方がいいのとか、いろんなね、悩みが手首ってあると思うので、俺も聞くし、実際見てて、あ、もうちょっと手首ああいう風に使えたらめっちゃいい球出るのになっていう方ってやっぱたくさんいるわけ。要はスイングとリストの使い方が一致してないの。こういうスイングには緩いリストの方がいいですよ、こういうスイングには硬いリストの方がいいですよっていうリストの使い方ってあるのね。だ、そういうリストの使い方を説明しちゃう。平井博明のワンナップゴルフ。まずはじめに、どっちでもいいの、使っても使わなくても。リストって、そうなの、うん、どっちでもいい。使わなくても戻るね。俺ね、え、使ってないの。使ってない、使ってない。例えばこれは使ってるじゃん、こういうの、こうやって、ああ、うん、ぐにゃぐにゃな。そう、これは使ってないから。これはコックだから。あ、これ、そう、コックとリスト違う。そう、リストターンってこうだから、こうって、コックはこうだから。あ、横か縦か。そう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 、いろいろ言い方あって、ローテーションとか、こねくり回すとか、ロールするとか、いろいろあるんだけど、何がその動きの正解かっていうのは人の捉え方によって違うから。要はそう、簡単に言えば縦に使うか、こうやって横に使うかな。こう、タイミングを取る方に使うんだったらリストなのよ。入射とか角度ってなったらコックなのよ。全然関係ない話していい？ええ、そういうの好き。ないない、関係ないっていうか、たまにその入射とか言うじゃん、うん、すげえ難しいんだろうなって思いながら聞いてんだけど、だから入射のことを説明したことないの今まで。多分ないないない、ないよね、うん、でも意識してんだなと思って、たまに言ったら。めっちゃしてる。してるでしょ、うん、でもさ、一回も言ったことないじゃん。だからこれは教えてくれないことなんだなってずっと思ってる。察しが鋭いですね。そう、そう、多分難しくて分かんないんだろうなと思う。超有料だから俺大体そのワンナップの一ネタ6万5000で今世の中に売りに出してるじゃない。どうにも売ってないけどね。そうでしょだけど入社のコックの使い方は150万そう、でもこれは1円でも1000万でも多分言わない、うん、たまに言うくせに、うん、説明しないから、あ、これ教えてくれるやつなんだなってずっと見てた。そういえばこれはね、たけちゃんの許可がないと言えない。あ、そう、あとでこっそりしよう。そう、いつもそう言って、ね、あの視聴者の皆さんいいなって思ってると思うけど、これこういう風に言ったやつ大体聞いてないから。このただの念仏ね。そう、これやんないからちょっと聞かないっていう。そう、入社はね、そうなの。アプローチとか、まあ変な話、ドライバーからパターまで入社はめちゃくちゃ意識するから。パターに入社あんの？いや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 言わなきゃよかったね。めっちゃあるから。やばいね、これであれだよ、ワンナップもったいぶってるっつってなるから。で、結局言わなきゃいけないでしょ。まあまあ、そのうちねオッケー。じゃあリストの使い方、じゃあ最初にリストを使う方の動画をやるね。使う人は結局ヘッドがワンテンポグリップよりもこうやって遅れてくるイメージなの。こうやって、あ、なんか虫みたいな。そう、ラグがあった方がいいのよ、こういう風に。そう、これで今動画撮ってて、今のこのワックルの状態で分かったと思うけど、俺膝使ってんのよ、こうやって。そう、結局体を止めて体重移動しないでリストを使うことってないってことなのよ。こうやって、これはないのよ、なし。だからセンター軸でくるくる回ってこうやって使うことってないってことなの。そう、っていうかダメ、合わないよね。合わない。センター軸で膝のニーアクション使わないで打つんだったらコックだけの方がいいの、こうやって。要は歯切れのいい硬いスイングをした方がいい。で、体重移動を多少なり使ったり、体でリズムを取る人いるでしょ、こうやって。そういう人はリストをこうやって緩く使った方がいいですよってこと。要はこれマッチング、
ってことだよね、うん、自分のスイングタイプに応じてそうリストターンなのかコックなのかってことだ、うん、そうそう、それはねもうね、まあプロのスイング見ればほとんどみんなそうなってるけど、なってるってことはやっぱそうなんだよね。そうだし実際自分でやってみたらもう分かる、合わないなっていうの。自分が軸動かさない人、センターでこうやってくるくるって回る人だとするじゃない。で、リストって使った方がいいんだってなっちゃったらもうダメだから。そうか、うん、リスト例えば使った方が飛びますとか球が強いですドローが出ますなんて言ったらもちろん使いたくなるじゃない。それ絶対ダメ、やらない方がいい、合わないから。結局体のセンター中心で軸を作ってこうやって回る人がリスト使ってこうやってラグを作って打ったらもう絶対にシャンクか右なのよ。そういう場合はやったとしてハンドファーストに収めとく方がいいの。こうやってこのまま固くこうやって使えた方が全然結果はいいから、使うんだったらね。でも緩くして使うんだったら多少なりともこうやってアクションを取りながらリズムをこうやって取れる人はやった方がいい。リストを使う人、うん、まあ、コックもでも使えるその人、うん、そうコックも、うん、リストの使い度合いいくつ、コックいくつみたいな感じなの。スイングの中でリストターンの度合いが8で、うんうん、コックも8入れてますとかっていう感じになる。うんうん、それは全然構わない。例えば10入れてもいいけど、うん、必ず入れたら同じ数で戻さなきゃいけないことができてれば OK、うん、もちろんその今登録の言ったように数字が高くなればなるほど使ってる度合いが増すじゃない、うん、多くなるじゃない、うん、したら戻す度合いも強くなるじゃない。だそれだけ難易度が上がるってことだけ分かってれば OK、うん、なくても十分いい球出るからね。あ、じゃあセンターで回って、うん、リスト使わない人はそのリスト使わないから0なのか1なのか分かんないけど、うん、コックの度合いをいくつにするかっていう話になる。そう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 。でそのコックの度合いをいくつにするかで入社が変わるから教えてくんないように後で言います、後で言いますから。じゃあリストを先に使う方って俺今言ったじゃない。使うにも2種類あるのよ。緩くしてこうやって脱力して使う人、要はヘッドの重みでリストを使わされる人と、リストを使うんでしょって言って強くリストをこうやって使いながら使う人の2種類があるの、2タイプ。それが例えばイメージがじゃあ素振りでねこうやって緩く使って本番に硬く使う、要は同じ度合い使ってんだけど緩く抜いてパンって使ってんのか、それだけ使うんだから力を入れてそれだけこうやって使ってますよの差なんだけど、それだけで全然ナイスショットが出るかミスショットが出るか変わってくるから、必ず素振りと同じ動作を本番でやること、それは大事。次に使わない方、使わない方っていうのは結局まあいわゆる手首を硬く使ってこの状態、要は腕2本と大きい大文字の Y を意識しながらこの縦コックだけでスイングの動作を行う、こういう風に。そうすると結局クラブのフェースのブレがないじゃない、少ないじゃない。体がブレてないんだからやっぱクラブがブレない方がより安定感が出るんでね。だからセンター軸で回るんだったらローテーションをなくしてあげた方が、体のローテーションで手首のローテーションの代わりをしてあげるとより大きいゾーンを描けるから、それだとこうインパクトなんかすごく安定するよね。要は固く使った方がいい人、インパクトゼロ戻すのに、うん、超手首使えって言ってるじゃない、うん、それとも別の話、別の話、おそれは、うん、言っていい、これは9、10の話だからあ、そうなの、そう1から8までの話ではない。そうなのね、これね、うん、先に言えばよかった ね、 そうだね、うん、これは基本外の話、そうだ、ね、じゃあ1から8までやってる人は今ここでもチャンネル変えたから見なくていいやつそうだね、そうだ、俺最初にどっちでもいいって言ったじゃない、入れてもいいね、うん、どっちでもいいっていうことは1から8の中には絶対入らないのよ。絶対にやること、やることっていう、そう、それは1から8に入ってる、そうだよね、うん、やんなきゃいけない、そう、どっちでもいいよっていうのは1から8外、うん、そういうことか、うん、だから結局最初のさこの1から8の話あるじゃない、この話なんか何にもしなくていいじゃない。だって普通にクラブ上げてこうやって下ろすじゃない、うん、これは結局こうやって打ってるだけだから何にもしてないじゃん。ロールもしてないしコックも入れてない、ほとんどなりに少し入るだけだから、自分からやってないからさ。でも戻そうとしなかったら戻んないから、戻そうとしなかったら戻んない、戻そうとするのは右手で押すだけだから。分かった、俺は分かったけど多分みんな分かんないとかあんのかなここだからなんていうの、ここら辺で使ってるじゃん、うん、リスト、うんうんうん、それが1から8で、うん、このここからこっちで返してるのが、うん、この90、うん、そうそうそう、あことじゃない、うん、そう、まあまあそれに近いね、そういう感じだよね。
遅れさせないためにやる動作っていうのが1から8で、クラブを放出するこのリリースする作業っていうのが90。そういうことでね。そこまでの語学力がないの俺に。それはいつも登録に助けてもらってるんですよ。そう。そうだから構えて、こっから下ろすときに絶対にこうやって遅れるじゃない。それを常に遅れないようにこうやって取り戻してて上げてる、ずっとやってる押し感っていうのは右手であって、インパクトゼロに戻すための力を加えてると。それでも戻そうと思って力入れるとどこに力入ってる。100% だけどここそうだよね。そうここでこれをこうやったときにここめっちゃ張るじゃない。そうだね、ちなみにここ手首ねゴルフで言うそうじゃないと入らない力が。そうここでこうやって戻してあげて使う作業っていうのを必ず入れる。これは必ずだから1から8に入ります。だこのリストの使い方っていうのは入れても入れなくてもいいんだけど、打つ球によっても入れる入れないは変わってくるし、入れるんだったらそうやってこう体でこうやってリズムをタイミング取りながら打つ人の方がよりマッチして、で入れないでコックだけで打つんだったらセンター軸で回るスイングの方がマッチング率はいい。使うこの角度とかっていうのはやった方がいいのかな。細っけ。絶対そういうところでしょ多分知りたいのは。これねドローフェードストレートでも変わってくるんだけど。でわざとその平井も使うときあんのリスト。全然ある。どういうとき使うのそれは。球いじりたいとき。どういじるとき。例えばドローを打ちたい、フェードを打ちたい、止めたい、ランを出したい、うん、あどれでもなんだ。そうそうそう、それで全部変わるから。例えばティーグラウンド、ショート、セカンドでもいいんだけど、俺8番で、8番で150ぐらいなの。ピンまで、カートからだいたいボールとピンを見たら、150ぐらいかなと思って、よし、じゃあ8番だっつって、8番持ってって、ボールとこつきました。で、ボールからピン測ったら、162? いや、でもカートまで遠い。でも俺の番、もう打たなきゃいけない。っていう時にリスト使うから。あ、そうなん。そう、届かないから。そういう時に平井は使う。技として持ってるのね、やっぱちゃんとね。めっちゃ持ってる。例えばノーマル打っていい、これノーマルね、150ぐらい、162打たなきゃいけない。キャリーが全然違う。そう、ああいう風に要は8番で 6.5 か7番アイアンぐらいのロフトでインパクトしてるの。もうここがもう本当にパンパンになるぐらい力んで右手で打ってるから飛ぶの。うん、そうフォローで右手のひらが下向くのよ。それぐらいで打ってるの。ノーマルはそう、ノーマルはこのアドレスの形の角度のままこうやってフォローを取るから、斜め45度右手のひらが向くのよ、フォロースルーで。こういう風にで今最後飛ばしたのはこれぐらいになるから、左斜め下45度に手のひらが向く意識。そんぐらい返してる。そんぐらい返してる。そう、めっちゃくちゃ返すから。ハイドローで止めたい時は、さっきのナチュラルでこうなったじゃん。普通のボール。そっから、こうやってるから。これノーマルショット。そっから、フォロースルーでこうなるから。こう。これがノーマルから、こうなるから。そう。これが止まるドロー。そう、あの感じ。綺麗だね。そうだからこうこの角度によってで多分それ、おい平井フェード打ってねえぞとフェード打ちますね。フェードは今度ドローってこうやったじゃない。フェードは今度こうやってるから、そう、こうやって向けるからドロー、フェード、ストレート、そう、その調整、それでやってます。それは9だね。下手したら11ぐらい。11ぐらい。ああ、そんな。そう、そう、あの本当に必要ない。ただの自己満だから。そう、まあ結果として球は変わるから、もちろん自己満じゃないかもしれないけど、
でもやることによってリスクも背負うから、うん、やっぱりドロー打とうとしたらダフるかもしれないし、フェード打とうとしたらすっぽ抜けるかもしれないっていう単純なそのミスが出ることも必ず出てくるから、コースでやるにはやっぱ相当な自信がないとなかなかできないけど、でも使い方さえ知っとけばね、練習でねやることはできるから、そうだ、フォロースルーでそのリストの使い方っていうのはこういろいろ変えて打ってあげるだけで球質って必ず変わるから。ただその前提としてインパクトがしっかり戻せて、その後のことの作業になるから、戻せなかったらそれやってもミスが増えちゃうだけだから、そこ注意ポイントね。レッスンなんかやっててもリスト手首の使い方、いや使うんですか使わないんですかっていう質問も多いし、手首の使い方リストとしてやらせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。